年差しゴードンでーす。はい、です。夏だね。休止中に失礼いたしやす。というわけでですね、今活動休止、活休をね、しているんですけど、まあ復活というわけじゃないんですけど、はい、少しだけご報告があるということで、急遽上げさせていただいております。はい、まあ察しのいい人は気づいてるかもしれないんですけど、ちょっと今回ですね、嬉しいご報告がありまして、動画を回しております。言っちゃえば告知です。まあ興味ない人はね、閉じちゃうかもしれないんですけど、最後まで聞いていただきたいなと思います。ということでね、まあ告知していくんですけど、はい、普通に告知しても、ちょっとしか面白くないでしょ？だから今回の企画は水中に入っている間だけ告知 in2021! イエーイ！始まりましたよ。まあ毎年やってるんですけど、すごい1年に1回の企画ですよ、これ。ガチよ。ガチの。言わずもがな、もう水に浸からないとね、告知できないということで。そうです。早速今日は水に浸かっていきたいと思います。レッツウォータースライダー、つるつる TV。ということでですね、はい、もう僕が使いますわ、この流れで最初に。まあ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 、まあ、じゃあもう俺使ってるから、これでも早くすぎたら伝わらないから。そうだよ。そう、いい、いい塩梅で頼むよ。はい、私のガイも頑張る。あれ大丈夫？ガイも頑張る。ガイも頑張る。ガイも。え、なんて言った？さあ、それでは、それでさ、はい、告知をかけた水中我慢、あよーい、来た。ほう、はい、出た。はい、ズルズル TV はオンラインイベントをやります。イエーイ。私もやります。おい、ごめん、ごめん、ほんとにごめん。ガチか。ほんとにごめん、ほんとにごめん。まだ1時はしか読んでね。何があった？鼻に入った。お水が苦手なんですよ。俺泳げないタイプ。ガチか。イベント名も言ってない。あ、でもほら、オンラインイベントやることは伝わるんだよ。伝わります。もう分かってんのよ。今もう、え？分かってるのよ。分かってる？え、待って待って、これもう終わり？終わりです。泣きをもう一回。ほんとに。もう一回だけはマジで。マジで一回。はい。さあ、それでは鶴兄さん、告知をかけた。あれ？水中我慢、用意、スタート！ズルズル TV はオンラインイベントを開催します。やります。イベント名は、うわイベント名言えてないのよ。これはなんだ。俺マジで苦手。ゴーグルしたのに無理だったもん。ゴーグルできてねえんじゃ。それは誰が中本浩二だ。似とるけど。わかる。ゴードンさん期待できますよ、これ。どうぞ。ゴードンさんが読むの下手すぎて、今オンラインイベントやることしか伝わってない。そうかもしれん、これ。まあ、いけるとこまで頑張る、マジで。オッケー、わかった。オンラインイベントやることは伝わった。イベント名からいこう。イベント名から、よっしゃ。よしよし。それではお願いします。ゴードンの水潜りチャレンジ、レディー、ゴー。イベント名は、ツルツルオンライン画面の中でトークトークです。開催するアプリは、ビズライブだ。ビズライブ、はい。開催日程はですね、これ大事ですよ。2021年8月8日日曜日、葉っぱの日、13時から。13時からでございます。そしてですね、つるつる TV のメンバーと視聴者さんが1対1で交流できる。これ1対1、1対1でオンラインイベントです。交流できるオンラインイベントでございます。スクショとか記念撮影とかお絵描きとかサインなど、もういっぱい、もうホワイトボードの内容でございます。うわー、結構いったぞ。でも結構最初からしんどかった。今日これしんどいよね。いやー、なんかごめんな。ちょっとでもね、イベント名、開催日時、開催アプリ、アプリ、内容まで言えたから、ほぼほぼまでいきました。おい、もう生き残ってんのお前しかおらんのだぞ。あがしとけ。俺ね、お風呂で寝たことある。お風呂の中で、お風呂の中でこう、もう水中で寝たことある。ええ、嘘だったら嘘って言った方がいい。嘘です。おっしゃ、行こう。はい、じゃあ、それでは泣いても笑っても最後の告知をかけた海星くんの潜りでございます。用意はよろしいでしょうか。はい、用意、スタート。2021年7月31日土曜日、フォレストホール、日本特殊東京市民会館フォレストホール、2296人入ります。16時半から、郷ひろみライブ。で、あはははは、え、ジャパンやるかやな、お前。あれ、あ、すいません、郷ひろみの名古屋ライブ。おい、何を郷ひろみのお前宣伝しとっちゃう。お前、俺めちゃめちゃガチだと思ってる。さあ、じゃあもう気を取り直して、もう間違えんなよ。お前だよ。俺は。じゃあ行こう。ごめんなさい、真剣に行きます。よし、よし、よし。それでは行きます。海星くんのチャレンジ、よーい、スタート。今回参加するメンバーですね、鶴兄、ゴードン、海星、3人全員です。
そしてイベントの概要は1枠3分で800ポイント、はい、8月8日にちなんで88枠限定84枠全部やります。毎年恒例でやっていた8月8日葉っぱの日のイベント、ご時世的に直接会うことはできませんが、画面の中で会って喋ることを楽しみにしています。以上、つるつる TV からの告知でした。完璧、素晴らしい、素晴らしい、来た。お風呂入っていて。俺の仕事終わり。お前このために入ったんだから。つるつる TV 入るときに面接聞かれなかった、水中で一気何秒止めますかって。その時に35秒って言ったんですよ。で、ゴードさんが何秒って言った。48秒って。そうだ、ゴードさん顔採用、君は潜る採用。俺のがイケメンだろ。あ、これね、タケノコ派とキノコ派くらい、これね、キノコか、もうだいぶね、戦ってる。あー、これはだってあれですもんね、タケノコ派とキノコ派とキコリの切り株。さあ、そのどっちがイケメンかってのもね、オンラインイベントで聞きたいですね。僕は今回ね、参加してるんです、不参加という。おお、一番全なとこ行くな。でも告知完了です。そうそうそう、ありがとう、回転、ありがとう。俺はこいつマジで役立たん。おお今首を、首、これ首のやつやってたらおもろかったかな。いやマジお疲れ、お疲れ、イエイ。あ、俺はもう役立たずやん。お前が一番役立たずということでね、まあ、ゆっくり喋らせていただくとですね、つるつる TV オンラインイベントやることになりました。イエーイ、やったー。まあね、去年もね、オンラインイベントやらせていただいたんですけど、はい、今年も、まあ、本当はね、みんなに会いたかったんですけど、直接、うん、ちょっとさすがにもう、これ続いちゃってるとね、無理ですね。そうなんですよ。で、イベント名がですね、つるつるオンライン、画面の中でトークトーク。いいです。これは、ゴードンさんが決めました。いや、違いますよ。センスいいなと思って。勝手に決めていいって。そして開催するアプリ、ウィズライブさんでございます。ウィズライブさん、はい、これね、去年もね、オンラインイベントやったんで、その時もね、同じウィズライブさんですね、やらせていただいたんですけど、今年もウィズライブさんでやらせていただきます。そして開催日程が2021年8月8日日曜日の13時からでございます。毎年ね、これはね、もう皆さん、これはね、みんな長い、もうツルツル TV、ツルナー歴が長い人はね、はい、分かってると思うんですけど、8月8日は絶対なんかするんですよ。6年連続や、ね。まあ、そのコロニャンがね、ご時世的に流行ってから会えてないんですけど、まあ、毎年ね、2016年から毎年8月8日ね、何かしらやってるんですけど、今年もね、やれるってなんか嬉しい、ね、今年もやりますよ。会えないけど、やっぱ画面の中では会える。で、これイベントの内容がですね、まあ、つるつる TV メンバー3人と視聴者さんがこれ1対1で喋れま す, うす、はい、もう僕らの空間に誰もいません、はい、もう僕ら3人と、うん、あなた、まあ、3対1ですね、言ったら誰にも聞かれない、あんなことやこんなこと待ってるよ。うわー、オンライン上でね、はい、この話すんですけど、まあ本当に喋ってる間にね、スクショで記念撮影とか、はい、私の絵描いてとかね、僕の絵描いてとかも描いてとか、まあ、サイン描いてとか何でも OK でございます。やっちゃけなっちゃ。まあこういう、まあ本当にね、これにあなたが問いかけれるようなね、感じなんですよ、この画面に。っていう感じなんで、こう僕らはホワイトボード持ってるんでね。そうです。そしてですね、イベントの概要、1枠3分で800ポイントでございます。まあね、これだから僕らの3分を視聴者さんにこう買っていただくわけじゃないですか。時間ですよ。なんでこれね、もう僕らも覚悟を持って、もう世界一楽しい3分をお届けしたいです。そうです、そうです。もうどんくらい楽しいのをお届けする？ペタマックスぐらい。大きさとか、挑戦する前の楽しみとかね。そう。いい表現。濃さ。どんくらい楽しいさんのことです。これ、修学旅行の夜ぐらい楽しい。うわ！あ、楽しいよ、それは。めっちゃ楽しいやん。これ、どんぐらい楽しいのやってくれるんだよ。いや、俺はね、もう、夏出校日で学校行って、帰り道であっちいなって思いながら、冷凍庫にアイスあるって、確信した時くらい。楽しいんか、それ。でね、今回ね、8月8日なんで、88枠限定なんですよ。はい、いやー。これ88枠ね、だから僕らは1時から7時くらいまで。すごいね。ぶっ通しです。はいはい、はい、すごい。でもね、これありがたいことね、前回ね、50何枠か。50何追加して、50何枠くらいでやって、はい、ありがたいことにね、はい、即完売させていただいたという。今年はね、強気で88枠ということで。よっしゃー。でもこれを、達成できたら、事務所の方もね、いや、つるつる TV すごいんじゃないって、これ言わせたい、言わせたい、これ。だから、本当に僕らとおしゃべりしたいなと思った方は、ぜひ、はい、ぜひご購入を検討していただければ。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ大事なことを言い忘れてた、告知の時に。チケットの発売する日。あみんなその日合わせてバイト休むんだから。めったな。ちょっとさすがに水つからずに言うのはあれなんで、ちょっと水つかります。はい、7月17日土曜日ですね、12時から昼の12時からチケット販売、先着販売させていただきます。はい、これで皆さんよろしくお願いいたします。チケット、あれ、ぬるっと飲んでる、うん、うわー、
はい、ということでですね、7月17日の土曜日12時からということで、これね、まあ、チケットの購入方法この後言うんですけど、まあ、好きな時間をね、選べるんで、そうそうそう、このその日部活があるよとか、バイトがあるよって方もね、いい時間帯を選んで、購入していただければ嬉しいなと思います。ということで、わかりやすくね、ちょっとチケットの購入方法を説明させていただきたいと思います。はい、まずですね、Wiz Live というアプリ使用してるんですけど、アプリだとですね、ポイントを購入する際に手数料かかっちゃうので、ブラウザから購入することをお勧めします。なるほど。なんでまずですね、普通のもう検索で Wiz Live と調べてください。で、そちらのサイトでですね、アカウントを登録してください。ね、次にですね、メニューを選んで、ポイント購入という欄を選んでください。ポイントを購入する際にはですね、メールアドレスと電話番号などの登録を必ず済ませておいてください。で、そちらで購入したいポイントの数を入力して、お支払い方法を選んで、チャージでございます。はい。簡単だね。で、あとは、もう7月17日の土曜日12時に枠を購入していただくという形になっております。先着販売ですから。そうよ。いやだからさ、やっぱ自分らに自信がないのも良くないから、これ先言っときますけど、88枠すぐ売り切れるよ。すぐ売り切れますからね、うん、で、注意点なんですけど、はい、イベントの性質上、自分の時間が来たら入るみたいな感じなんですけど、これ遅れちゃうとね、ご参加できない場合があるんでね、はい、こちらだけ注意していただければと思います。でね、これ先着順なんでね、もしかしたら購入中とかに配信枠が、ね、埋まってしまう可能性があるんで、ちょっとお早めにというか、そうですね、本当にそうです、ご了承ください。僕らはそんなね、すぐ売り切れると思ってないんですけど、うん、もう本当にこいつが言ってたんで、すぐ売り切れるって。売り切れるよ。お、プロデューサーさん、売れる売れる。これ何元何氏だろう、これ。秋元康です。で、まああとイベント当日8月8日までに Wiz Live のアプリを入れといていただければもう OK でございます、うん、はい、でこれ開始時間に遅れた場合とか、例えばですけど悪いことをして強制退出になっちゃっても、うん、ご返金はいたしかねますということで、そうですね、まあ普通にやってれば大丈夫だと思います、ね、ということでですね、まあちょっと詰めで、はい、説明しちゃったんですけど、オンライン上でもねおしゃべりできるということで、まあ、も言っちゃえばこれ1年ぶりのイベントですから、そうだいぶ楽しみにしてるんで、ドキドキですわ。ぜひとも皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということで、以上つるつる TV からの報告でした。ではまたー。